どうもこんにちは、世界的 VIP 現役です。さあこちらね、ギャラクシー S6 Edge なんでございますけども、まあ購入してね、もう3年ぐらい経ちましたかね。めちゃくちゃいいです。いい感じで使わせてもらってるんでございますけども、こちらですね、まあ、見てもらえればわかるんですけども、保護フィルムとか一切貼ってないんですよ。貼らずにそのままの状態で使用してきました。なんでございますけども、最近の僕としてはその保護フィルムとか貼るのが大好きなんで、いろんな端末にねどんどん貼っていこうという感じにシフトしてるんでございますよ。ということはこの貼ってないね、この Galaxy S6 Edge も貼りたくなってきましたよ。で、当時購入した時になんで貼らなかったかというと、エッジスクリーンなんですよ。これエッジスクリーンなんで、なんか評判で貼ってもなんか浮き上がってきちゃうとか、カバーとの相性がどの方のみたいな感じにいっぱいあって、じゃあ別に貼んなくていいやと思って、今日までやってきました。なんですけども、最近貼るのが好きなんで、じゃあせっかくなんで貼ろうということでございまして、 Amazon で購入しました。こちらでございます。ガラスフィルム、専用強化ガラスフィルム、QH ということでこちらでございますね。はい、結構ねいい感じのね箱に入ってます。はい、ということでね、中身はねこういう感じでございました。エッジスクリーンのガラスフィルムって初めて触りましたけど、こんな感じになってるんですよね。すごい曲がってる初めて触りました。それとですね、こちらですね、こちら、まあ、アルコールシートですね、入ってました。こんな感じですね。中身はこの2つでした。じゃあ早速ね貼っていきたいと思うんですけども、せっかくなんでこのアルコールシートをお見せしましょう。はい、結構ねいっぱい入ってましたね。ウェットタイプ、これは多分ねなんか分かりやすいようにするためのシールで、ウェットシートで、これがクロスですね。で、これは何でもないただの紙で、これはですね多分こうやって空気をこう押し出すためにこうガッガッガッてやるやつですかね。はい、以上になります。ちょっとね早速貼っていきたいなと思うんですけども、これ非常に毎回申し訳ないのが、動画撮りながら貼るとすごいやりづらいんですよね。ということで貼り終わってからまた撮影します。はい、ということでね貼りました。ガラスフィルム貼りました。綺麗に貼りましたね。わかりやすいようにできてるんで、綺麗に貼れたかなという感じで思います。まあ今回ねゴールドのフィルム買ったんですけども、なんか、色がうんっていう感じですねまあそれはいいでしょう。で、ここのね、左右のところもしっかりね、固定されました。特にね浮いてくるっていう感じはないですね。じゃちょっとケースもつけます。あ、しっかりね、合ってる、いい感じ。ちょっと触り心地とかどうだろう。あ、でも普通にいいかもしんないね。あ、問題ないね。触り心地はね非常にね問題なくいいですね。見づらいっていうこともないのでいいね。で、先ほどですねフィルムを貼る前にディスプレイをね確認したんですけども、やっぱりね傷ついてました。こう真ん中あたりになんか細かい傷がねピピピみたいな入ってて、フィルムはねやっぱ貼った方がいいね。しっかり貼った方がいいですね。ということで皆さん、大事なスマホは保護フィルムを貼ってしっかりプロテクトねした方がいいですよっていうお話ですね。はい、そんなわけで今回はですね Galaxy S6 Edge 専用のガラスフィルム貼りました。これでですねまだまだガンガン使っていきたいなと思います。非常に綺麗に貼れたので満足です。お疲れ様でした。